京都市販学校は第二次世界大戦中の1943年に京都府に設置された市範学校である。本校は京都府市販学校、京都府女子市範学校などの前身諸校を含めて記述する。講習所、編集級、京都府市販学校、編集京都府人上市範学校、編集京都府市販学校、編集、指名会館、1932年、 春高京都府女子主犯学校、編集京都主犯学校、編集京都府主犯学校京都府女子主犯学校管理つ京都市判学校京都市判学校男子部前身の京都府主犯学校から引き継いだ京都市上京区、小山南用の町の校地を使用した。同校地は、更新の新生京都学芸大学に引き継がれ、1957年9月に、 現在の伏見区深草藤森町に移転するまで使用された。小山南用の町の旧高地は、現在は、京都教育大学附属京都小中学校中、高等部の高地となっている。隣接する附属京都小中学校初等部は、引き続き紫の東御所田町の高地を使用している。京都市販学校女子部前身の、京都府女子市販学校から引き継いだ。 京都市伏見区桃山町のコーチを使用した。同コーチは、後進の新生京都学芸大学に引き継がれ、桃山文校となった。桃山文校は1957年4月に廃止となり、現在の伏見区深草藤森町の校地に統合移転した。旧桃山コーチは、現在は京都教育大学付属桃山中学校のコーチとなっている。 京都教育大学120年史42ページによる、同801ページでは、1875年4月、仮教師講習所設立となっている。京都教育大学120年史42ページによる、同802ページでは、1876年3月20日に、府から文部省に伺い書き提出。京都教育大学120年史802ページ。 京都教育大学120年史806ページ。京都教育大学120年史155ページ。京都教育大学120年史320ページ。漢方第戦十七1 7号。明治19年11月18日。漢方第3199号。大正12年4月2日。漢方第4865号。昭和18年4月2日。AB。B 漢方第5407号昭和20年1月26日 AB 漢方第6090号昭和22年5月7日ありがとうございます。